生きるね、どっちも。うん、やっぱりね、うん、あの意外性。あー、すごい。そうそうそう。よし、じゃあ次は同時に発表しよう。オッケー。せーの、じゃーん。うん、エリちゃんは？ねる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 。ねるね。そしてミックスフルーツの缶詰。これでフルーツポンチを作ります。フルーツポンチ餅とこれはもうリカチマリより意外なものを持ってこようぐらいの精神で持ってきたやつで、うん、うん、想像できない。これはどうなっちゃうんだろう。よし、じゃあもう一気に作ろう。作ろう。今度さ、どういう餅の大きさでいくの？さっきと同じ8等分にしようかな。あ、ちっちゃいやつね。うん、ちっちゃい方が。これどうしよう、新しい水があるから、使おう。そっか、水必要だもんね。うん、過去にね、あの飼育菓子をひたすら作るっていう企画もやったの。楽しそう。めっちゃ楽しかった。今私はその企画をやっておりますので、うん、よし、色が変わった。レモン1に入った。炭酸。間違えた私。あ、まさかの間違えた、ま、間違えた。うん。なんかピーチ1番とピーチ2番を混ぜなきゃいけないのに、うん、ピーチ1番とレモン2番を混ぜてた。まあ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 。これめちゃめちゃ種類入ってるからね。マジで予想外だわ。おいしそう。でもさ、フルーツポンチと餅って、うん、あんみつとかでさ、フルーツと白玉あるじゃん。あるかもしんない。いや、だからね、あるかも。今ね、それ言われてちょっとドキッとしちゃった。意外性ポイントがちょっと低いかもしれない。ね、見て、ねるねるのさ、粉間違えるとこんななんか変な感じなんだね。ドロドロねるねってことで。ドロドロ。新しいもの、そっちの方向で作っちゃったね。餅じゃなくて、餅じゃなくて意外性をここで出してもうちょっとで、できるよ。汁入れて、これいいんじゃない。ねるねるねるねの CM 好きだったな。へぇ、魔女が、なんかそう、魔女は覚えてる。大きい鍋で。あ、そうだそうだそうだ、やってるやつ。フルーツポンチはできました。うん、餅抜き最高やん。ねるねるねるねできました。できました。なんかドロ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 。あ、なんか私もこれそうなの。よしよし、オッケー。一応焼きます。くっつかないようにしたいんよ、これは。そうなんよ、まあ、さっきちょっと時間長かったもんね。そうだね、2分ぐらいでいい。うん、いけそう。まあ、何も乗ってないしね。うん、2分でいい。2分ぐらい。オッケー。次の餅も切るか。そうだね。じゃあ発表する？発表だけしちゃう？発表だけしよう。せーの、じゃーん。え、めっちゃ高級じゃん。これが高級な粒ウニでーす。うわー、そうか。まさかの生もの。瓶に入ってる。そうなのね。うん、こっちは？こっちはね、皆さんご存知でしょうか、うん、シーズニングという今流行りのものらしいです。これはね、うん、あのガーリックシュリンプなんですけど、はあはあはあ、これ本来はエビにまぶして焼けばもできる。へぇ、うん、これを餅にかけちゃいます。ガーリックってことじゃん。そう。あぁ、餅ガーリック。餅ガーリック。米とニンニク合うからね、でもマジか。いや、意外性だった。これ意外性でしょ。でも餅意外性担当だった。かける人いないから、そう、そこに注目してほしい、ね、そこに注目してほしい、うん、そうが、だってこの子もさ、うん、びっくりよ。びっくり。え、私、エビにかけられるために生まれてきたんですけど、もうちにですか。はじめましてってなるからね。そう。これいくらしたんですか。これは、いくらですか。1800円ぐらい。おしました、高級品です。高級な箱の。じゃじゃーん。何これ。そういう瓶の形見たことある。絶対美味しいやつだ。高級なやつだよね。うん、ウニ屋の甘ぐっこ、粒ウニ。
レイ。やばくない？間違いない。持ち返す。回収だ。よし、OK。あー、また来た。よし。どっちから行く？ちょっと待って、フルーツポンチに浸したいから。浸したい。こうして、めっちゃ浸そう。なんか可愛い見た目。可愛い。これ流行っちゃうな。流行っちゃうな。2022年。入っちゃうな。若者の間で大流行、うん、ちょっと一回置いときます。ねるねる、じゃあドロドロドロロド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 ロ、どうやって食べるんですか？これをじゃあかけんの？あ、浸そうかな、うん、あー面白い。こんな風にして、うん、じゃあ黄色の方でシュワシュワつけて、このなんかかわいいお星様のキラキラ、おうおう、あるよね。ではねるねるねるねかけるもち、もちいただきます。いただきます。うわ、見た目はいいですよ。なんか原宿とかで売ってそうね。売ってそう、本当に超かわいい。うん、新しい。うん、好き。うん、おいしい。なんかお上品になったねるねるねるねって感じ。うん、餅の甘みとねるねるねるねが、うん、なんかお砂糖のね甘さともすごい合うし、うん、やっぱ酸っぱいのよね。酸味感じるよね、ねるねるねる。そう、酸味が餅と合う。意外性だわ、これは。うまい、見つけたって感じ。ちょっとねるねるの会社に報告しないと合いますよって。すごい、これはおいしい発見だわ。よし、じゃあ浸しておいたフルーツポンチ、うん、フルポン、フルポンだ。フルポン浸ってますわ、浸ってますわ、うん、ちょっとあったかくなっちゃったけど、うん、美味しい。これは、うん、シンプルにうまい。白玉より好きかも、うん、白玉より弾力があって、そう、表面もカリッとしてるから、うん、すごい食感がいろいろあって美味しい。うん、これは液体サラサラだけど、うん、なんか濃いから合う、うん、合う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 、もう合体してるわ。うん、生まれたわ。生まれちゃった、美味しい。 いい勝負だな、これ。やってみてほしい、このデザート勝負。ほんとだ。採点に行きましょうか。はい、はい、じゃあ採点。1枚に2分割で、2分割で。わかりました。わかりましたよ。はいはい、できました。できました。じゃあ行くよ。はい、せーの、じゃじゃん。フルポンは10。ねるねるは17。フルポンはね、美味しかったよね。美味しかった。もう10、これは10って思った。あの、10だった。まとまってた、すごく、うんうん、そう、浮いてなかった。ありそうだし、うん、お想像を超える美味しさだったし、そう好きだった。10にしました。うん、あんな感動してたのに、そう、意外性はあったけど、うん、美味しさを問われると、あ、ちょっと何円になっちゃったかな。本当？もう私の心にクリーンヒットした。マジで？ガーリック、え、何それ？